大学2回生の夏のこと、俺は心霊写真のようなものを友人にもらったので、それを専門家に見てもらおうと思った。専門家といっても俺のサークルの先輩であり、オカルトの道では師匠にあたる変人である。彼のアパートにお邪魔すると、早速写真を取り出したのであるが、それを手に取ると嫌な鼻で笑って二重露骨との一言で突き返してきた。友人のおじいちゃんが愛犬と写っているその後ろに、ぼやっと人影らしきものが浮かび上がっているのであるが、師匠はそれをあっさりと撮影ミスであると言い切ったのだ。俺は納得いかない思いで、それならいつか見せてもらった写真にだって似たようなものあったでしょと言った。その筋の業者から買ったという心霊写真を山ほど師匠は持っているのだ。ところが首を振って、今ここにはないという。俺は狭いアパートの部屋を見回した。その時ふとこれまでに見せてもらった薄気味の悪いオカルトアイテムがどこにもないことに気がついたのだ。いくつかは押し入れに入っているのかもしれない。しかし一度見たものがまた部屋に転がっているということがなかったのを思い出す。どこに隠してるんです？師匠は気味悪く笑って、知りたいと首をかしげた。素直にはいと言うと、じゃあ夜になるまで待とうなと言って、師匠はいきなり布団を敷いて寝始めた。俺はあっけに取られて一度家に帰ろうとしたが、なんだかめんどくさくなり、そのまま床に転がってやがて眠りについた。気がつくと暗い部屋の中にぼーっと淡い光を放つ奇妙な形の仏像がひしめいていて、師匠が包まっている布団が部屋の真ん中に浮かんでいるという何とも荒唐無稽な夢を見てうなされ、俺は目を覚ました。暑さと寝苦しさのためかうっすら汗をかいている。当然部屋には仏像や師匠のオカルトコレクションの類は出現しておらず、部屋の主も床の上の布団で寝ているのだった。もう夜ですよと揺り起こすと、窓の外をぼーっと見て、おお、いい感じの時間とブツブツつぶやき、師匠は布団から這い出てきた。ボキボキと口で言いながら背伸びをした後、師匠は着替えもせずに俺をアパートの外へ連れ立った。深夜である。特に荷物らしきものも持っていない。ボロの K4 に火が入る。助手席でどこ行くんすかと問うと、アクセルを踏みながら隠れ家と言う。え？それが存在することは想像はついていたことだが、ついに招待してくれるほどの信頼を得たらしい。そもそも盗むほどのものがないと言って、家賃9000円のボロアパートに鍵もかけずに出かけたりする人なのに、関西の業者から買ったなどと言っては、おどろおどろしい逸話のある小道具などを嬉しそうに自慢することが多々あった。なるほど、それらを隠している場所が別にあったわけである。北へ北へと車を向かい、すれ違うライトもほとんどない山道を蛇行しながら、俺はある感覚に襲われていた。ふつふつと肌が泡立つような寒気がある。原因はわかっている。単純に怖いのだ。人間の恨みや悪意が凝った塊がこの向かう先にある。心の準備もできていない。視線の端の境界面に白いもやのような揺れる人影のようなものが通り過ぎては、瞬くように消えていくような錯覚があり、俺は目を閉じる。師匠も何も言わない。ただタイヤがアスファルトをする音と、その度に体を左右に引っ張られる感覚だけが続いた。やがて着いたという声とともに車が止まり、促されて外に降りる。山間の一軒家という趣の黒い影が目の前に立っている。少し斜面を降りたあたりに別の家の明かりがある。しかし少なくとも半径20メートル以内には人の気配はない。取り残された家という言葉が不意に浮かび、ますますその不気味さが増した気がした。家賃は1万1000円と言いながら玄関の前に立ち、師匠はライオンの顔の形をしたノッカーをさも当然のように叩く。鈍い金属音がした。中からは何の依頼もない。その音の余韻が消えるまで待ってから、冗談だよと言って師匠は鍵を回し、その洋風のドアを開けた。平屋でかなり古びているとはいえ、まともな一軒家である。家賃1万1000というのはどんなつてで借りたのか非常に興味があったが、なんとなく答えてくれそうにない気がして黙っていた。
家の近くに街灯の類もなく、ほとんど真っ暗闇だったのだが、家の中に入ると当然明かりがつくだろうと思っていた。ところが玄関から奥へ消えた師匠がごそごそと何かを動かしている音だけがしていたかと思うと、淡いランプの光がゆらゆらと、人魂のように現れた。人の魂。電気来てないから。人玉か、人魂じゃなくて。でついランプを持った師匠らしい人影が埃っぽい廊下を案内する。スリッパを履いて縮む板張りの床を足音を殺しながら半ば手探りで追いかける俺は、本当に借りてるのかこの人、不法侵入じゃないのかというあらぬ疑念にとらわれていた。リビングだという声がして、ランプが部屋の中央のテーブルらしきものの上に置かれる。暗い室内を探索する気力もない俺は素直にランプのそばのソファーに腰掛けた。元は質のいいものなのかもしれないが、今は空気が抜けたようにガサガサして座り心地というものはない。師匠も同じように向かいのソファーに座り、ランプのかぼそがえな明かりを挟んで向かいにあった。さっきまで寝苦しかったというのに、ここは空気が冷たい。恐る恐る周囲を見回すと、四方の壁にミクロネシアだかポリネシアだかの原住民を思わせる黒い仮面がかかっている。他にも幽霊画とおぼしき掛け軸や何かが一面に描かれた扇などが法則性もなく壁に散りばめられていた。ここが隠れ家ですか？師匠は静かにうなずく。どうしてわざわざ夜まで待ったんです？ふーっと深いため息をついてから壁の一点を見つめて師匠は口を開いた。この時間が好きなんだ。視線の先には大きな柱時計が黒い影を落としていた。ランプの淡い光に浮かび上がるように文字盤がかろうじて読める。長針は2時半のあたりを指していた。ガラス張りになっている下半分に振り子が見える。しかしそれは動いておらず、この時計がもはや機能していないことを示していた。腕時計を確認するが、ちょうどそのくらいの時間だ。振り子が止まっているだけで、もしかして時計自体は壊れてはいないのだろうかと思っていると、師匠が言葉をつないだ。その腕時計は進んでるか遅れてるか。振られてまた自分の腕時計に目を落とすが、果たしてどうだっただろう。確か 1,2 分進んでた気がするが。どんな精密な時計でも完璧に正確な時間を指し続けることはできない。100億分の1秒なんていう単位ではまるで誤差がないように見えたとしても、その100億分の1では、さらにその100億分の1では、さらにその100億の100億乗分の1では、ランプの明かりがかすかな気流に揺れているような錯覚に、俺は師匠の顔を見ながら目をこする。時計は作られた瞬間から正確な時間というたった一つの特異点から遠ざかっていくんだ。それは無粋な電波時計のように外部からの修正装置でも存在しない限り、どんな時計にも等しく与えられた運命と言える。ところが、と師匠はわずかに身を起こした。この壊れた柱時計は壊れているというまさにそのことのために、普通の時計にはたどり着けない真実の瞬間に手が届くんだ。俺は思わず時計の文字盤を見上げた。長針と短針が90度よりわずかに広い角度で凍りついたまま動かない。一日のうちたった一度完璧に正しい時間を指す。その瞬間は形而上学的な刹那の間だとしても、たった一度必ず指すんだ。当然とした表情で師匠は時計を見ている。それが夜まで待ってこの時間にわざわざ来た理由か。俺は意地悪く言葉の上げ足を取りに行った。二度ですよ。一日のうち夜の2時半と昼間の14時半の二度です。ところが師匠はその無遠慮な批判には何の価値もないというように首を振って、一言一言確かめるように言った。一度だけだよ。この時計が指しているのは今のこの時間なんだ。一瞬頭をひねったが、そんな言葉に何の合理的解釈もなかった。ただ師匠には何の疑いもない声でそう断言するのだった。
パキンという音が響いた。家なりだ。俺は身を固くする。天井のあたりをこわごわ見上げるが、平屋独特の暗く広い空間と梁があるだけだ。ミシという木材がきしむ音が聞こえてくる。実家にいた頃はよく鳴っていたが、今のアパートに越してからは素材が違うせいかほとんど聞くことはなかった音だ。まるで柱時計が本来の時間と交差するのを待っていたかのように家鳴りは続いた。バキンという大きな音に思わず身をすくませ。確か湿気を含んだ素材などが空気が乾燥し気温の下がる夜中に縮み始め、それが床や壁、柱などの構造物同士のわずかなズレを生んで不気味な音を立てる現象のはずだ。ただの家ではない。このどんなおどろおどろしいものがあるのかわからない不気味な薄気味の悪い家で、頼りないランプの黄色い光に照らされている身では、この音をただの家なりだと気楽に構える気にはなれない。向かいに座る師匠を見ると、目を閉じてまるで音楽を聴くように口の端をどこか楽しげに歪ませている。俺もソファーに根が生えたように動かず、ただひたすらこの古い家に断続的に響く音を聞いていた。どれほど時間が経ったのか、不意に師匠がちょっと待っててと言い置いて、たった一つの明かりとともに廊下の方へ消えていった。リビングに闇の帳がスーッと降りてきて、バシン、パチンという家鳴りがやけに立体的になって空間中に響き渡る。心細くなってきた頃、ようやく師匠が小脇に何かを抱えるようにして戻ってきた。テーブルの真ん中にそれを置き、ランプを、灯したかな。絵だった。それも見た瞬間、理由もわからないまま鳥肌が立つような、本能に直接届く気味の悪い絵だった。なぜこんな絵が怖いのかわからない。キャンパス一面の黒地にただ一点、真ん中から少しずれたあたりに黄色いシミのような色がポツンと置いてある、そんな絵だった。この家の元の所有者はね、洋画家だったんだ。それも晩年に気の触れた画家だった。師匠はつぶやくように言う。自分の描いた絵を見て、誰か中にいたと言って怯える、そんな人だったらしい。この絵も自分で描いておきながら、これは何の絵だろうと言ったかと思うと、そのまま何週間も何ヶ月も考え込んでいたそうだ。バキッと壁が鳴いた。心なしか家鳴りが大きくなった気がする。食事もほとんど取らずに、げっそりと痩せこけながらこの絵を睨み続けていたある日、不意に頭を上げた彼は、きょとんとした顔で家族にこう言ったそうだ。わかった。これは、ミシ、ミシ。まるで師匠の言葉を邪魔するように、きしむ音が続く。その4日後に彼は家族の前から姿を消した。地下室にいるという書き置きを残して。家族は家中を探した。けれど彼は見つからなかった。それから普通失踪の7年間が過ぎるのを待って失踪宣告を受け、彼は死んだものとみなされて、この土地と家屋は残された家族によって売り払われた。それを買った物好きはこの家に伝わる逸話が気に入ったらしい。地下室にいるというこの言葉を金に出したようなものだと言っていたよ。僕はその物好きと知り合ってこの家を借りた。まあ半ば共同物置のように使ってる。だけどね、と師匠は続けた。その一瞬の間に誰かが天井を叩くような音が挟まる。だけどね、この絵ももちろんそうだけど、例えばこの部屋を取り囲む者たちは全てその洋画家の収集物なんだ。彼は画家であり、また狂ったオカルティストでもあった。彼のコレクションはついに家族には理解されず、家に付随する形で二束三文で売られてしまった。その柱時計もその一つだ。何か戦争にまつわる奇怪な逸話があるそうだが、詳しくはわからない。師匠の声を追いかけるように家鳴りは次第に大きくなっていくようだ。僕自身の収集品は鍵のかかる地下室に置いてある。彼が地下室にいると書き残したその地下室に。僕もその言葉が好きだ。なんだか撫でられるような気持ちの悪さがないか。地下室にいるという、ここに省略された主語が
私は出なかったとしたらどうだろう。バキンと床のあたりから音が聞こえた。いや、おそらく俺がそちらに意識を集中したからそう思われただけなのかもしれない。僕はまだいるような気がするんだ。師匠は目を泳がせて笑った。彼か、あるいは彼ではない別の何かが、この家の地下室に、少なくともこの家の中に。その声は乾いた闇に吸い込まれるようにフェードアウトしていき、どこからともなく響いてくる金属的なきしみが絡みついて、俺の背中を虫が這うような悪感が走るのだった。再びその暗い絵に視線が奪われる。そして言わずにはいられないのだった。あなたには分かったんですかと。ボキンボキンと骨をへし折るような空恐ろしい音がどこからともなく聞こえる中、師匠はスーッと表情を能面のように落ち着ける。わからない。たっぷり時間をかけてそれだけを言った。夜明けを待たずに俺たちはその家を出た。結局師匠の秘蔵品は拝まなかった。とてもその勇気はなかった。いいですと言って両手を振る俺に師匠は笑っていた。後に師匠の行方がわからなくなってから、俺はあの家の家主を見つけ出した。1万1000円で家を貸していた人だ。店子がいなくなったことに興味はない様子だった。亡くなったものも置いていったものもないし、別に。とその人は言った。それを聞いて俺は単純に師匠は自分の収集品を処分してから消えたのだと考えていた。ところがその人は言うのである。僕があの家を買い取った理由？それは、何と言っても地下室にいるっていう興味深い書き置きだね。だってあの家には地下室なんてないんだから。結論から言うと、僕はその家をもう一度訪ねることはしなかった。何年かして、ある機会に立ち寄ると更地になっていたので、もう永久に無理なのであるが。この不可解な話にはいくつかの合理的解釈がある。地下室があるのにないと言った嘘、地下室がないのにあると言った嘘、そして地下室にいると書いた嘘。どれが真っ当な答えなのかはわからない。ただ深夜に一人でいるとき、部屋のどこからともなく木のきしむような音が聞こえてくるたび、古めかしい美術品に囲まれた部屋のランプの炎明かりの中で師匠と語らった不思議な時間を思い出す。